テリー土屋の車の話始まりました、はい、いや今ね僕らが収録してるじゃないですか、はいはいはい、この前にも車屋さんがあるでしょ、うん、あそこにねホンダのね、うん、S66 があったんですよ、うん、黒の欲しいなと思ってね、欲しいね、いいんですよ S6 で、それがねなんと、はい、6000キロなんですよ、ほとんど新車、欲しい6000キロ欲しい186万円安い、いや俺安いか高いかよく分かんないです、いやいや安いと思う、 S6 今時ないもん、どうします、買いに行きますこれ今から、ああ番組終わったら買いに行く、ね、番組終わったらどんだけ買うんですか、毎回いろんな車を、ああどうしようかね、そんなことはどうでもいいですよね、今回ですね、はい、テリーさん土屋さんが選ぶ2022年上半期ベストカー、うん、教えていただきたいなと思ってるんですけど、その車も入れますS66 あ、いやあれ何ですか、どうですか今のところ僕はもうこれしかないでしょう、何ですか、もう GR86 もうめっちゃ楽しい、あそうですか、めっちゃ楽しい、発売を4ヶ月遅らせただけのことはある一台、なるほど、あれいつ出たんですか、この間、僕はね、うん、ホンダのステップワゴンかな、今のところね、いいね、今のところですよ、まだこれからね、もうもちろん Z とかいろんな車あるんですけど、ホンダはやっとなんか爽やかさを、うん、が大事だってことを、まあまあ、トヨタ、日産に合わせてた車作りをしてたところが、うん、なんかシンプルに戻ってきたんで、多分なんか意外となんかこの爽やかなステップワゴンいい、うん、ね、この番組でも紹介したけど、そうですね、なんか良かった、形もデザインも良かったし、うん、なんか多分人気が出るんじゃないかなと思ってますけどね、うんうん、ありがとうございます、はい、じゃあ今回の上半期のベストカーだったっていうことなんで、はい、下半期もまたやりましょう、はい、聞こうと思ってます、はい、チェックしておいてください、わかりました、竹岡さんはですね、ありがとうございます、今までに数多の車に乗り、はい、そしてレビューしてきた指折りのモータージャーナリストの方でいらっしゃいます、日本自動車ジャーナリスト協会副会長でも、はい、いらっしゃいます、うん、そんな偉いの、いや別に偉くないですよ、皆さんのお世話係です、偉いね、偉いね、そうか、いろいろやってんですよ、すごい、さあ今回はですね、そんな竹岡さんをお迎えしまして、モータージャーナリストという職業を深掘りしていきたいなと思っているんですが、うんうんうん、モータージャーナリストっていうのは主にどういうお仕事になるんでしょうか、うんうん、まあ、主にはですね、まあ、いろんな車に乗ってどういった車だよというのを皆さんにご紹介したりするのが、まあ、メインですかね、うん、自動車評論家だもんね、ですね、それってどうやってなれるんですか、それモーター、うん、これね、別に試験とか資格があるわけじゃないので、うんうん、まあ、モータージャーナリストですって名乗ったら、まあ、慣れちゃうって言えば慣れちゃうんですけど、うん、そうすると今、ね、説得力ないですよね、いろんな方いる、そうそう、説得力がないので、うん、一応日本自動車ジャーナリスト協会って先ほど名前呼んでいただきましたけれども、うん、あれのフリーランスのジャーナリストの団体なんですね、うん、で、まあ、そこに入ってる人で今100名ぐらいいるんですが、うん、で入ってなくてもちろん活動してらっしゃる著名な方たくさんいらっしゃるんですけど、まあ、そういったことを目安にとか、あとはいろんな媒体で自分の名前を出して喋ったり書いたりしているとか、うん、そういったことで、まあ、認められてなるものですかね、ジャーナリストの方って例えば車雑誌に、はい、例えばいた方とか、はいはい、まあ、もちろん、ね、文章を書かなきゃいけないから、うんうん、ね、文章能力も必要だと思うんですけど、もともと竹岡さんはどちら、私はですね、日下部康夫さんってお二人ともご存知ですよね、ラリードライバーね、はい、よく知ってますよね、はい、日下部康夫さんの事務所に偶然入ったんです、うんうん、そこでなんか日下部さんモータージャーナリストが本業で、うん、レースとかラリーとかやってらっしゃったんですけど、で出版社の方からね、原稿も書いてみないって言われて、うん、じゃあやってみようかなみたいな感じで始めたんですよ、もう何年ですか、何年、もうね、この業界入ってからだと30年ぐらい経っちゃう気がしますよ、はい、これ今例えばじゃあテレビご覧の方で、はい、モータージャーナリスト私もなりたいわと思った方は、まず何すればいいんですか、ね、でも一番本当に手っ取り早くなるんだったら、例えば出版社に入るとか、うん、あとは自動車メーカーに入るとか、うん、まあ、そういった手が早いですかね、そこで実績を作るってこと、ね、そう、いきなりなってもなかなかならないと思うんですよね、なるほどね、だからある程度、あ、この人そういうこと、あ、物の観点、見方が結構なんか鋭いなとかって、そういうことも必要だと思うんですよ ね、あとは今の時代はさ、もうインターネットがあるから、はい、もう SNS でさ、つぶやいて、その車の評価をしてると、あ、こいつ面白いなってやつ使うもんね、あ、なるほど、ね、そうですよね、そう、だから今の時代ってのはそういうさ、
もうケイちゃんみたいに下積みしなくても、うん、SNS に上げてるやつで、あ、こいつの言ってることまともかもしれないって言うと、俺ら番組で使うもんね。モータージャーナリストの方って、はい、それこそフリーランスだったら、ええ、あの本当のこと書くんですよね。なんかこう忖度しないっていうか、まあ、土屋さんみたいな犯人勤務を着せるタイプもいらっしゃいますし、テリーさんみたいにも自分なりの評価軸をスパンと持ってらっしゃる方もいらっしゃいますし、私の場合はもうこんな車ない方がいいんじゃないみたいなことはもちろん書いたり言ったりしませんけど、うんうん、その車のちょっとでもいいところを見つけてあげて、それをフィーチャーして紹介して、でもここはちょっと直した方がいいよっていうのは結構言っちゃってます。へ、うん、ただ悪いものをいいとは絶対言わない。なるほど、うん、僕いろんな雑誌見るけども専門誌ってあるじゃないですか、はい、車雑誌は基本的に批判しますよ、うん、これすごいなと思うのは、例えばこれね、アイドル雑誌だとしてるでしょ、うん、例えばジャニーズの専門誌でジャニーズの悪口とか一切書いてない。確かに。例えばこれがね、例えば乃木坂のだとかそういう AKB でもいいんですけど、はいはい、あの子のこれが可愛いとかっても全部肯定的ですよ、うん、でも車はそれこそね、メーカーがね、まあ、何十億っていう、まあ、お金メーカーかけて、うん、もしかしたら何百億もかけて、うん、それを作るんですけども、うん、作って発砲してでも評論家の人たち来て一刀両断するんですよ、うん、これ良くないって、うんうんうん、でメーカーが見ればたまったもんじゃないですよ、うん、5年10年かかってさ、一生懸命作ってどうぞ見てくださいって言うんだけど、うん、走り良くないつまんないとか言っちゃうわけですよ、うん、すごく残酷だなっていうところがあって、うん、でも、もちろんであまりひどいことは言わないけども、でも結構僕は自動車評論家の人たちってそこのところ言ってるような気がするな、うん、そうですね、うん、あとメーカーの人にはすっごい言ってますよね、うんうん、私たちの仕事でね、自動車メーカーの方と直接お話ができるんですよ、うん、で新しい車で乗りました、うん、何静粛性高いとか言ってるけどちょっとうるさくないですかとか、うん、ちょっと乗り心地ちょっと変えた方がいいんじゃないですかとかは結構バンバン言ってます、うん、でなぜかっていうと自動車メーカーの人って完成した時に、うん、もう何百個もマイナーチェンジで変えたいってところあるんですって、うん、でもやっぱコストの関係とか、うん、あとこういろいろね、今の技術じゃできなかったこととかがあって、で私たちにこうバーって言われることでどっから直そうの順番が上に行くんですって。あ、なるほど。そうだからもう本当歯に衣を着せぬどころかものすごい言います、メーカーの一人はね、うん、あともちろんさっき土屋さんが言ったみたいに意外となんか忖度する評論家もいるんですよ、うんうんうん、でもその忖度する評論家の記事を読んでると1回2回はいいんですけども、うん、ずっとやってるとあ、この人はそういう人なんだっていうと読み手も分かっちゃうんです、ね、うん、多分業界仲間で気づかれちゃうと、うん、あ、そうね、ね、ありますよね、うん、いますよね、うん、気づかれちゃうと記事読まなくなるよね、うん、どうせいいことしか言ってないんだろうな、そうそう、それこそカーブドイヤーっていうのは年末にありますよね、はいはい、と試乗会っていうのが改めて9月、10月、11月にやりますね、なんかこう、うん、集まるじゃないですか、はい、ああいう時にそれらしいなんかうちお願いしますよみたいな、そういうのは結構あるんですか。ね、あれ人を見てるんだと思うんですけど、私のところは泣きの電話しかかかってこないですね。清き一票お願いしますみたいな、まあ、でも今ね電話かかってきたら1点ずつ引きますよって言ってます、ね、めんどくさいからいやでもお金もらうとさ、やっぱりそこに何らかのさ、そうなの、力が入っちゃうじゃないですか。そうなんですよ。あ、全然入んない。え全然入んない。これ性格の違いですね。ここに言いました、ね、脳が言える日本人面白いね。面白いですね、はい、皆さんそれこそお三方それぞれいい車とか、まあ、いろんな車に乗ってこられたと思いますけど、じゃあ例えばじゃあこの車いいね買いたいなとか、まあ、言うじゃないですか、うん、でその後実際本当に買いたい車、うん、はい、まあ、これはそうじゃないかなっていう車っていうのはやっぱあるわけですよね、うんうん、実際買った車ってありますか。俺カーブザイヤー7年やってる時全部買ったよ。おお、そうなんだ。32GTR も10点入れたでしょ、うん、NSX も1990年ね、はい、10点入れたでしょ。全部買ったよ。袖の下でもらったんじゃないですよね。買ったよよかったNSX の NA2 なんか1480万もしたよ。そんなしたんだ、ね、タクゴさんは。私はね、カーブザイヤー取った車で買ったのないですね。ないです、ね、10点入れたんだからさでもいい車なんでしょ。だから今袖の下がないんで買えないですよ。そんなそれってやっぱその買わなかった理由って、うん、一番の理由は何なんですか、はい、うん、それはなんだろうな、自分がその車が欲しいっていう観点で選んだわけではなくて、 それぞれこう選ぶ観点がね、うん、選考委員それぞれあるんですけど、まあ、私なんかは、うん、
まあ、日本のカーオブザイヤーとして選ぶのに世界に出して恥ずかしくない車をいつも選んでるんですよ。だから例えばね、あの8人乗りの車1人で乗せたら寂しすぎるじゃないですか。確かに。だからそういうのはやっぱ買わないでしょ、うん、そういう理由かな、うん、あはい。ケリーさんどうですか。僕は去年のアウトランダーに10点入れてるんですよ。はいはい、私もで10点なんで、うん、僕アウトランダー買いました、うんうん、おすごいすごい偉いすごい。私あの一緒に YouTube チャンネルやってるカメラマンに買わせました、うん、人に買わせるすごくいいだけど本当さそう思わない。10点入れたんだったらお前が買えよって思わない。いやでもね僕はねそれは僕はあの竹岡さんと一緒で、うん、自分のことだけじゃなくていいと思うんですよ、うん、あの委員の中でこういう人がいて私は女性の方だったんですけど私は軽自動車にしか入れませんって言った方がいたんですよ、うん、あなるほどなってそれは考え方としてはそれもあるなと思って、うんうん、ありだよね。で例えば僕はのそのこと家族がねいっぱいいるわけじゃないからあの4人乗りとか、うん、バンはいらないわけですよ、うんうんうん、だからそうすると自分ではステッパーガンを買わないけどもこれ自分にもし子供が小さい子供がいたら、うん、ステッパーゴンいいなと思う、うん、だったらステッパーゴンに点数入れるんですよね、うん、だから自分がサラリーマンだったらとか自分が、うん、例えば子供がいたらとか、うん、とかそういう観点で選んでいってもいいんじゃないかなと思うね、うん、自分の好き嫌いだけではない、うんまあ、日本の車全体のことを、うんはい、そうだね、うん、進められる車だったら点数入れてもいいよね。そうだと思うんですよね、うん、本当そう思う、うん、なるほど。良かった車はもうアマタとはって何とも言えないので、うん、ちょっと今日はね、うん、あんまりみんな知らないんじゃない、うん、でもこれすごいこういうとこいいんだよっていうのをちょっとご紹介しようぜひぜひぜひ、はい、じゃあ1台目からいきましょうか、はいはい、まずはルノウィンド覚えてます。お覚えてます。オープンカーあったあった、うん、人気なかったわ。そうでしょ人気なかったんです。全然売れなかったの、ね、今でも安く売ってます。本当僕もこれ実は3ヶ月ぐらい前に見てます。あ本当に、はい、ちっちゃいいですよこれ。いやいいです。いいそうえ何がいいのこれ。これね売れなかったまず理由ね、うん、左ハンドルのマニュアルしかなかった。あ日本だとちょっとなかなかねマニュアルっていうのでまずねあれで左ハンドルっていうので結構厳しかったんですよ。ただねこのオープンになる機構がねこうあのなんていうのトランクみたいなパカッと開くじゃないですか、うん、で屋根がペロッとなってバンバンって閉まるときのすごい簡単な機構でめちゃめちゃ速くてですね、うん、何がいいってシートがすっごい抜群に良かった。フラッシャーはねシートそう私の体型にもぴったり でなぜじゃあ買わなかったこれね本当買う寸前まで行きました、うん、なぜ買わなかったかっていうと、うん5速マニュアルだったんですね、うん、で5速で時速100キロで3500回転回っちゃうの、ちょっとうるさくて6速あったと買ったと思う絶対ショートなんだ全部そう6あったら買ったクロスミッションだそうだから面白いんだけどちょ高速100キロでかっこはよかったよね、これがうるさいなって思ってやめちゃった。でもさ日本で左ハンドルってすげえ不便だよ、ね、そうなんですめっちゃ不便そうなんですよ、ね、はい特に追い越しの時ね、うん、追い越しもそうだしその路肩に止める時もそうだし、うん、そうそうそうほんと不便。当時ね ETC がまだなかったんですよ、うん、だから取れないじゃん、うん、それも不便だったんです。あほんと不便、はい、じゃ次見てみましょうか、はいはい、デリカ、はい、デリカ D5 なんですけど、うん、これねもう出てだいぶ経つじゃないですか、うん、ベースの車私もいろいろもっと細かいチェンジはやってますけど、うんはいはい、でも今いろんな新しいミニバンが出てきてもこれほどボディがしっかりしてるのないですか。うん、三菱の車はしっかりしてる。そうこれ、ね、リブボーンフレームって言って恐竜の肋骨みたいにこうバーッとフレームが入ってるんですよ、うん、だからすごいバンクがついたところで斜めに止めても、うん、あの電動でスライドドアが全部開閉ちゃんとするんですよ。あじゃあボディ剛性がしっかりしてるんだ。そうなんです、ねうん、だからいろんな車が出てきて確かにインテリアのもうねシートアレンジとか古いんですよ古いから、うん、でも車としてこの性能は他にはない。45度の坂を登れるミニバンはこの子だけです。へーこれ僕はアウトランダーの前に乗ってた車です。あで僕は前のライトを丸めにして、うん、見たテリーさんのモーターショーで飾っちゃったオートサロンかそうそうそうで飾っちゃったやつね。はいはいはい、このデザインがちょっとね前の方が良かったよね。
確かにね。前の動力性能がいいんだ。動力性能めちゃめちゃいいです。これ良かった。はい。はい。でも次は。現行で売ってるし。はい。おお、N バン。これはね、もう本当最近の車なんですけど、これちょっと私最近びっくりしたことがあってね。うん、普通に私 N バンを、まあ、本田さんから候補者借りてきて、普通に取材してたんですよ。うん、ただあの公園でやってたらね、横に N バンがスーッと入ってきたの。うん、でスーッと入ってきたらバックゲートをバンと開けて、うん、カーテンをパパッと閉めて、うん、でドアを開けて仕事をしだした人がいたんです。こういう椅子が普通のあの会社で使うようなのが普通に男性が座って中で移動ができるぐらい高さがあるんですよ。はあ、リモートやってるんだ。そう、コロナだからこういう使い方してんだと思ってすごい感動しちゃって。 N 版、はい、で今これを N 版で一人旅に出るっていうのが流行ってるんですよ。そう、車中泊できるんですよね。車中泊できるんで、うん、もうこれはもう、まあ、N ワゴンの方が、うん、あの販売台数が売れてるんですけども、うん、N 版の方が今っぽいよね。確かに。で特にあのアースカラーにしてる N 版なんかが大人気だから。いいですね。N 版って商用車でしょ。商用車です。超商用車。普通になんか、うん、ね、大工さんとか乗ってますよね。そうです、そうです。で専用マットとか売ってて、うん、めちゃめちゃかっちりね車中泊できるんですよ。あ、そう。これいいですよ。やっぱり竹岡さんセンスいいな。いやいやいや、納得しちゃうな、お話が、うん、はあ、はい、次は、おお、はい、これはいいと。これはね、あの私生まれて初めての愛車でまだ持ってます。あ、そう。はい。僕も持ってる。そうですよね。仲間。仲間。僕これ持ってるから。素晴らしいなと思ったんですよ。この色？私のシルバー。ああの、ね。草壁さんのね、お下がりだったの。草壁さんがね、黄色買おうとしたら、おじさん、年考えてって言われて、ホンダの人がシルバーにしたって。これ黄色がいいですよ。ね、黄色いいですよね。黄色可愛いじゃんね。可愛いの。この前ホンダの埼玉の、あの、研究所行ったら、うん、はい、ホンダの人たちが S66 よりもビートの方がいいって言ってました。そう、まずそう、うん、こっちの方が軽快で、これは本当いいですよね。竹岡さん、やっぱ俺とセンス似てるな。本当、うん、まあ、車のセンス似てますね、うん、って見たね。似てるまあビートは可愛いね。可愛い、はい、あ、これはもう永遠です。さあそれではですね、竹岡さんの、うん、じゃ実際に乗られている愛車を、はい、あ、見たい、見せていただきたいなと思いまして、見に行きましょうか。はい、何乗ってきたの。なんでしょう。行きましょう。車の話、番組 YouTube では公開映像や特別映像を公開しています。チャンネル登録お願いします。